こんばんは。おやすみラジオの佐藤真奈です。今日マックに行ったんですよ。で、お持ち帰りじゃなくて、店内で食べようと思って、注文して、ハンバーガーを持って、座る場所を探してたら、もうどこもかしこも赤とか黄色の、こちらのお席のご利用はご遠慮くださいっていう、なんかシールというかちょっと厚みのあるシールみたいなのが貼られていて、その感染症対策で密にならないように、で、もうどの席もそのシールが貼ってあるんですよ。で、見渡す限りね、空いてる席全部が貼ってあるので、え、どこに座ればいいのと思って、で、逆に今座って食べてる人はどう座ったんだろうっていう風に思ってね、ちょっと見てみたら、その普通に黄色とか赤のシールが貼ってあるテーブルにも座っているんですよ。で、どういうことだろうと思って、もっともっとよく見てみたら、隣り合って座らないように、向かい合って座らないようにか、例えば4人掛けの席だったら、向かいの2席の方に座っちゃダメですっていうシールが貼ってあって、2人掛けとか、カフェとかでも2人掛けの席で大抵1人で使うと思うんですけど、その2人掛けとかの小さいテーブルにも、向かい側の方向だけにシールが貼ってあって、あ、そういうことね、と思って。すべてのテーブルの中で座る場所を指定しているんだなぁと思って、ちょっとねびっくりしちゃいました。最初、え、どのテーブルも座れないじゃんと思ってで、無事ね、理解してハンバーガーを座って食べることができましたということでね、今日もおやすみラジオを始めていきたいと思います。本日1通目のお便り、ラジオネームきなこさんより、マナさん、こんにちは。マナさんのおやすみラジオが寝る時の楽しみです。私には実は誰にも話していない悩みがあります。私の悩みは、ある先輩のことが好きなのですが、先輩のことを思う気持ちが一向になくならないことです。私が好きな先輩はとても優しくて、でもクールな先輩です。そんな先輩なのですが、最近私に対しての対応が変化したと感じています。以前までは先輩、ご自身のことを私に話してくれたり、嫌な顔もせずに私の話を聞きながら笑ってくれたりしてとても楽しかったんです。他にも歩くときに若干歩幅を合わせてくれたり、寒いと言ったら学ランを貸してくれたり、相談をしたら頭を撫でて頑張ったねと褒めてくれたりと、とにかく素敵な先輩でした。特に二人きりの時は、たわいもない会話で盛り上がって頭をなでなでしてくれたり、距離も近くてボディタッチも多くて、体調が悪い時も過剰とは言っても過言ではないほど気使ってくださり、初めて付き合いたいと思う異性となりました。そのような神様のような優しい先輩なのですが、最近会話をこちらから始めても冷たい返しが返ってきたり、前のようなボディタッチなどもなくなってしまいました。初めてこんなに好きになったのに、その好きな人に嫌われてしまったと思うと悲しくてとても苦しいです。私が先輩に嫌なことをしたのかもと思い振り返ったりしてみたのですが、明確なものが思い浮かびません。あくまで先輩後輩で、私が最初から先輩の恋愛対象に入っておらず、単なる後輩だったのだと思います。その人はおそらく女性慣れをしているため、少し思わせぶりのような対応をしてしまう部分もあると思います。このまま思っていても、この先何もないと感じています。なので先輩への好きという気持ちが消えてほしい一心なのですが、部活で会うため正直とてもそれが難しいのが現状です。先輩に嫌われているということが私を精神的に苦しめています。
学業にも集中できず、ただでさえ精神的に弱っている状態だったのですが、それが悪化してきているのも事実です。この状況から抜け出したくて、関わりを減らしてみたりと頑張っているつもりなのですが、全くもって効果が見られません。どうやったら先輩への隙をなくすことができますか？または、隙をなくす方法以外に、この苦しい状況を打開できる方法はありますでしょうか？長くなってしまいごめんなさい。とお便りいただきました。きなこさん、ありがとうございます。学生の甘酸っぱい出会いだなぁと、特に前半らへんのね、寒いと言ったら学ランを貸してくれたりっていうところとか、なんかいいなぁと思って。でもそこから先輩の態度が冷たくなってきたような気がする。嫌われたかもしれないっていうことで、なんなんですかね。なんか学生の時の恋愛ってそういうことありません？一時期すごい向こうがちょっかいかけてきたりとか、向こうから来てたのに、こっちがそれで気になってその気になったりすると、なんか向こうがそっけなくなったように感じて、あれ？前の感じは？みたいな、前みたいなのしてよみたいなこれなんか私小学生の時の掃除の班ですごいそんな経験をしたなぁと思って、今なんとなく思い出したんですけど、掃除の場所って一週間ぐらい固定して班でいろんな場所を掃除して回ったりしませんでした？教室、廊下掃除、理科室、トイレ、外周、体育館倉庫みたいな、掃除当番表があって、なんかくる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 回っていくみたいな。で、教室とか廊下とかだと先生がねいるし、なんか何も面白みがなくて微妙だけど、体育館倉庫みたいなね、先生も来なくって、なんかいろいろある場所は当たりみたいな感覚があって、なんかその体育館倉庫で掃除を一緒にしてた男の子を好きになったなぁと思ってその男の子がいろいろちょっかいをかけてきて、一緒にふざけながら掃除して、すごいねその掃除の時間が楽しくって、あ、好きかもって思ったら、もう翌週とかには全然そんな感じにもならない。で、あの時の遊びしたいな、あの時のノリをしてよって思うけど、なんか全然もうしてくれなくってっていうようなことを思い出しちゃいましたで、その逆も経験あるなぁと思って、私は大学生の時に居酒屋さんでバイトをしてたんですけど、男女5、6人ぐらいでみんな仲良かったんですよ。で、バイト以外でもみんなで水族館とか遊びに行くことも多くて、で、その中の一人が私のこと好きっていうのを、たまたまその人のツイッターを見つけちゃって、それで知っちゃって、で、その気持ちを知っているっていうのもあるし、一緒にバイトしてて楽しいし、たまに一緒に二人で帰ったりしてて、私もその人のことが気になってきちゃって、一時期あれ私も好きかもっていうぐらい一緒にいるのが楽しかったんですけど、その人はねもう一人の女の子ともすごい仲良かったんですよ。それでその女の子と仲良くしてるのを見たら、え、私のこと好きじゃなかったのってすごい自意識過剰みたいなんですけど、なんかちょっと嫉妬というか、それで私は結構どうでもよくなってきちゃって、それでスンって気持ちがね冷めちゃって、その気持ちがスンってなってから告白されたんですけど、
やっぱり断っちゃって、で多分私が勝手にね気づいて勝手に好きって思って勝手にスンってなる前だったら、期間で言ったら1ヶ月前とかに告白されてたらきっと付き合ってたんだろうなと思って、なんかそれぐらい結構好きっていう気持ちって流動的というか、タイミングだったり雰囲気だったりで変わっていくものなんじゃないかなって思うんですよ。だからなんかもしかしたら先輩の中でもなんかタイミングなのか雰囲気なのか何かがちょっと変わったのかなって。きなこさんは嫌われてるかもとか嫌われるようなことをしてしまったのかもって考えてるんですけど、なんか明確な何かがダメだったとか悪いことをしてしまったっていうわけじゃなくて、先輩の中で何かがちょっと変わっていったんじゃないかなって思いました。だから嫌われてるかもって思い悩まなくてもいいのかなと思いました。誰かに嫌われてるとか自分がなんか悪いことして怒らせちゃったかもしれないって思うのってしんどいじゃないですか。私も前の会社ですごい気分屋の上司がいたんですけど、最初は上司が気分屋っていう風に思ってなくって、機嫌が悪いとなんか自分がミスしたのかな、もしかしたらあのこと怒ってるのかなとかって思っていちいちビクビクしてたんですけど、まあね、なんてことなくってただその人が全然他のことで機嫌が悪いだけっていうなんでね、きなこさんもきっとそんな自分が気づかないほど人に失礼なことをするタイプじゃないと思うんですよ。だからあんまり自分が何かしたかな、嫌われてるかなって思わずに、なんかちょっとタイミングが違ったのかなっていうくらいに思ったらいいのかなと思いました。で、お便りのどうやったら先輩への好きをなくすことができますかっていうのは難しいですよね。好きをなくす。思ったのは逆に自分の気持ちに素直になったらいいのかなって思いました。自分の気持ちに反することをしようとすればするほど心に負担がかかるじゃないですか。で、結局頭の中先輩のことばっかりになっちゃって忘れられないみたいな。もう好きって幻みたいな、自分が作り上げてるものだと思うので、自分の気持ちが落ち着いたら落ち着いてくるものなのかなって。だから無理に先輩のことを忘れようって思わなくてもいいんじゃないのかなと思いました。月並みな回答で申し訳ないんですけれども、時間が解決してくれることもあるのではないでしょうか。では続いてのお便りです。ラジオネームみつきさんより。佐藤真奈さん、はじめまして。はじめまして。いつも寝れない夜にお休みラジオを聞いて癒されています。高校3年の男子です。専門学校に通っているのですが、少人数制のクラスで男子しかいなく、恋愛などしたことがないのですが話す機会がないです。違う学部にはいるのですが、自分から勇気を出して話すことができないです。可愛いって思う方と通りすがるぐらいで話す勇気が出ないです。自分はコミュ障で大人数の場とかでも話すのが苦手で、いつも喋ったりしたら周りの目を気にしてしまい、一人で落ち込んでしまいます。怖いとか目つきが悪いなど、第一印象が悪いとか言われ、精神面も良くない状態です。最近は
就職や進学のことで恋愛もしたいのですが、あまり時間がないのもあります。コミュ障を直すにはどうすればいいですか？そして恋愛は僕でもできますか？長々とすいません。とお便りいただきました。みつきさん、お便りありがとうございます。恋愛、できますよ。焦っていつまでにしなきゃっていうこともないと思うので、恋愛もしたいけどあんまり時間もなくって、こう恋愛を必須科目みたいに捉えなくてもいいんじゃないのかなって思いました。で、コミュ障を直すにはどうしたらいいですかっていうのは、コミュ障というか、そんなにお話上手だったり、みんなと仲良くできなきゃいけないっていうこともないと思うので、自分のことをコミュ障って思うより、あんまり喋るのは得意じゃないんだよねくらいの気持ちでいたらいいのかなって思いました。自分でそうやってコミュ障だって思い込むのってもったいないなって思うので、自分が話したいって思った人と話せばいいと思いますし、こう必要最低限の礼儀としてのコミュニケーションが取れたら、あんまり気にすることないんじゃないかなって思います。マナさんもね、全然社交的じゃないんですよなので、ね、なんか必要最低限、もう挨拶が気持ちよくできるくらいできればいいんじゃないかなって思ってます。気の利いたこと言おうとか、雰囲気を壊さないようにしようって考えすぎると本当にね、難しくって、挨拶だけ笑顔でできるようにしたら結構好印象なんじゃないかなと思います。お便りには、自分はコミュ障で大人数の場とかも話すのが苦手で、いつも喋ったりしたら周りの目を気にしてしまい、一人で落ち込んでしまいますってあるんですけど、もし大人数で話すような時になったら、笑顔で聞いているっていうのもありだと思いますし、絶対喋らなきゃいけないっていう時だったら、難しく考えすぎずに、同意できる意見があれば僕も同じでって話したりとか、大人数というか複数人で話すのって本当に私も得意じゃなくって、あんまりアドバイスができるようなことがなくて申し訳ないんですけど、大人数で話すときに輪の中心にいる人って結構それいいねとかわかるとか人を肯定してると思うんですよ。で、そんな感じで自分の意見に近い人の意見に乗っかってみると雰囲気も壊れないし、いいのかなって思います。で、怖いとか目つきが悪いみたいな、第一印象が悪いって言われるのは、多分今みつきさんが自分に自信がない状態だからそうなっちゃってるのかなって感じまして、こうちょっとずつ知らない人に挨拶する、練習するっていうのはどうかなと思いました。コンビニの店員さんとか、レストランでご飯食べた時とか、ありがとうございましたとか、ごちそうさまでしたって言うかなと思うんですけど、それを自然に笑顔でできるようになったら、最初の挨拶、声をかけるっていうのはできるようになってくるかなと思いますし、いやもうそんなのできてるよって言うのだったら、多分ね、ちゃんと好印象を残せてると思うので、話すのが上手じゃなくても、人はね、あ、みつきさんいい人だなって感じると思うので、
もっと自信持ってほしいなと思いました。なのでね、コンビニで飲み物買うとか、うまくいった時とかにでもね、ちょっとずつこう目を見てありがとうございましたみたいな感じで練習していったらいいんじゃないかなと思います。恋愛も会話もなんかしなきゃって気負いしすぎずに行きましょう。みつきさん、応援しています。お送りした曲はクリップさんの歌うアデューで
夜の後でした。さて、お次が最後のお便りです。読んでいきます。いつも動画楽しく見させてもらっています。今回は初めてお便りを書いてみようと思います。かなり長いお話になるので、ご理解いただけると幸いです。僕は今年の春に大学に入学した大学1年生です。その入学式で僕は A 子に一目惚れしました。入学式が始まる前にツイッターで入学式で写真を撮る人っていうグループがあり、そこのグループにたまたま A 子がいたため、入学式で LINE を交換することができました。あっちも自分のファッションを褒めてくれたりしていて、そこから話を進めていくうちに、普通の電話や寝落ち通話も何回かするくらいになったので、買い物一緒に行かないと誘ってみましたが、うまく話をそらされていけませんでした。断られたイコール興味がないだと感じてしまい、諦めようとしていましたが、一応 A 子とは LINE は続けていました。でもどうしても諦められなかったため、思い切って LINE で可愛いとか、〇〇な仕草がめっちゃ可愛いとか褒めちぎることにしてみました。そしたら結構反応が良くて電話を待たせるようになったりしました。僕の学科は金曜にだけ対面の授業があるのですが、ある金曜の放課後に一緒にドライブデートをすることになりました。そのドライブでは A 子からどこから嫉妬しちゃうとか恋愛的な質問をされたため、それまでの中で一番いけると思っていました。その数日後に A 子を含めた複数人でお泊まりをすることになったのですが、そこで他の人が桃鉄をしている中で A 子と B 子と俺と SO で話をしていました。B 子と SO はマイクラをしていて、そこであえて A 子をちょっと話に誘わないことで A 子をうとうとさせて、 A 子がちょっと寝ようかなとしたタイミングで A 子の近くへ行って髪の毛のゴミを取ってあげたり、一緒に写真を二人で見たりして、さらに距離を縮めることができました。それから一週間後に A 子も一緒の大学の友達グループで予定があった11人でディズニーランドへ行きました。自分の予定では普通に楽しんでいって、最後の1時間を A 子と一緒に歩いたりしていこうと思っていたのですが、周りは最初の方から自分と A 子を一緒のアトラクションに乗せようとしてきて、自分もその雰囲気を壊したくはなかったので断ることができず、序盤から一緒に乗ることにしました。終盤に差し掛かってくると、どんどん A 子の元気がなくなってくるのを感じました。自分も何と声をかけていいのかわからず、何とも言えない雰囲気のままディズニーを去ることにしました。後で話を聞くと、元彼さんと付き合った時も、周りに一緒にさせられて付き合って、それでうまくいかなかったため、その時を思い出してしまい、辛くて、恋愛自体に嫌気がさしてしまったとのことでした。それから自分なりに頑張ってアプローチして告白してみたのですが、振られてしまいました。振られた1週間後にまた A 子を含めた複数人でお泊まりをすることになりました。その飲み会では、俺自身は結構 A 子にはある理由から吹っ切れていたため、今までの経験人数の話だったりを酒の勢いですることにしました。そしていい感じにみんなのお酒が回ったくらいで、近くにある湖の方へみんなで夜中3時くらいから向かいました。そこで2グループくらいで分かれていたのですが、 A 子がかなり酔いが回っていて、自分も含めたいろんな男に肩を貸してだのしてベタベタしていました。そして急に何の前触れもなく A 子がちょっとと自分に言ってきました。どうしたと聞き返すと、なんで私に今まで嘘ついてきたのっ
と言われ、頭の中がハテナでいっぱいになりました。何の話だよ、と聞くと、私には一人だって言ったじゃん、と言ってきました。自分は、A 子と話したのは付き合った人数の話だから、一人って言ったわけであって、経験人数が3人ってのは別の話でしょ、と言い返しました。そう言っても、うるさい嘘つき、と聞く耳を持ちませんでした。自分もちょっと言われっぱなしだと嫌だったので、なら俺だって言わせてもらうけど、A 子だって俺を振ってから、この周りの男子に急にベタベタするようになっただろう。俺からしたらそんな一面を見せないまま隠してた A 子だって嘘つきとほぼ一緒だ、と言いました。そしたら A 子は、そっちの1と3の方が大きい嘘でしょ。ああ嫌い、絶好だ、なんて言い合いをずっとしていました。周りの男たちは、夫婦喧嘩いいね、なんて茶化したりしていました。まあ結局、なんだかんだあって、あっちがお酒の勢いであんなこと言っちゃったけど、仲直りしようって言ってきて仲直りしました。そんなことがありつつ、みんなでお泊まりをしている家に帰ってきて、オンライン授業を一日終えて、お開きになると思ったら、C子があともう一泊しようと言い出してきて、もう一泊お泊まりを延長することになりました。そしてその夜に、A 子がちょっと一人で散歩してくると言って夜中の12時に外へ行きました。それからこっちは楽しんでいたのですが、1時間経っても帰ってこないため、電話をかけてみると1回切られて1分後にかけ直してきました。A 子はあともうちょっとしたら帰るねと言っていたので、C 子の前例で A 子を見張ってみると、自分たちの方向と真逆の方向へ歩き出したので、何かがおかしいと思って、こちらにいた4人で車のヘッドライトを消して走らせて、ここら辺にいるかなってところを探してみると、A 子は近くに一人暮らしをしている同じ友達グループの T 子と2人で歩いていました。それを目撃して C 子は泣き出してしまいました。その理由は B 子と C 子は T 子のことが好きで、 B 子は現場を目撃する数日前に T 子から振られていたからです。また A 子は C 子にもうちょっと頑張ってみたらと相談にも乗っていたようです。さすがに友達を裏切るような行為をした A 子にはとても腹が立ったため、目撃してから30分後くらいにお泊まりの家の近くに A 子と T 子を呼んで A 子のことを30分くらい説教しました。その件はグループ内でも話が広がって、 B 子は A 子のインスタをブロックしたりと確実にひびが入りました。 S 子もあいつはガチでキモいなどと裏で言ったりと散々な言われようでした。そこは自分でも自業自得だと思っていたので、みんなの話を聞いていました。ですが説教した身としてみると、なんで今回そんなことをしてしまったかを本人から聞いていなかったので、後日 LINE でこの前はこっちの目線だけできつい言い方しちゃってごめんね、今度A 子の話もちゃんと聞きたいから2人で会おうと誘ったところ、承諾されたので、お昼にお寿司を食べに行って、そこで A 子の話を聞いてみました。その話を聞いた結果、 A 子がちゃんと反省していることも分かったし、この件で A 子を嫌いになった人のことも受け止めると言っていたので、自分は A 子を許してその嫌いになっちゃった人とも関係が修復できるように手伝うねと言いました。また俺と話すときが一番素でいられるということと悩みがあると言っていたので、もう俺らは恋愛的な関係は終わったけど、その時に A 子の話を聞いたりして、俺は A 子のこと結構理解できてると思うから、なんか悩んでることがあったら俺に相談しなよと言いました。また自分から時間をもらったので相手の分はおごりました。
あっちが話聞いてもらったんだからいいよそんなことしないでもと言いましたが、今回は自分のおごりってことにしてその寿司屋を後にしました。そして A 子を女子寮に届けて、そこで1時間くらい話をしていると、今度2人で映画を見に行こうと誘われました。今まであっちからそんな誘いがなかったため、さすがにドキッとしましたが、行くことにしました。女子寮は門限が10時までで、それを越す場合は外泊届を出す必要があり、映画を見始めるのが9時からだったため、A 子には事前に外泊届を出しておいてもらっていました。もし俺のこと信じてくれるなら俺ん家泊めるよって聞いたら、じゃあ泊まらせてもらいますと言われました。そして俺ん家で一緒に勉強した後寝ることになり、自分が床の布団で、A 子が俺のベッドで寝ることにしました。A 子はパソコンで映画を見ようって言ってきたので、俺はベッドに肘をかけて見ていました。そしたら A 子が横に来てもいいよというので、一緒にベッドで見ることにしました。映画を流れていましたが、二人でギューをしたり、顔を触り合ったりなど、イチャイチャが始まりました。そんなことを2年ほどしていなかったため、とても嬉しかったです。お泊まりするまでは、また好きになるかどうかすごい迷っていたけど、またそこで好きになりました。A 子は今までにキス以上をしたことがないってことを本人と A 子の地元の友達から聞いていたため、急にキスは良くないのかなと思ったので、キスしちゃダメと聞くと、キスは次に付き合った人としたいと言われたので、ちょっと残念ではありましたが、今に思えばそれでキスするほどガードが緩くなくて良かったとは思います。断られはしたものの、そのままイチャイチャしながら二人で寝ました。そのままお昼の間もイチャイチャしながら夕方になり、もうそろそろ帰るかとなり、またお泊まりしようねとか、A 子が、今回映画私から誘ったから今度は誘ってねなどと二人で話し合いながら、 A 子を女子寮に送ってあげて別れました。自分的には今度夜景デートをして、その時に告白しようかなと思っているんですが、マナさんが A 子だったら OK してくれますか？ご返答お待ちしております。本当に長い文で申し訳ないですとお便りいただきました。ありがとうございます。なんか文章力がすごすぎてネット漫画みたいな、どうなっちゃうのって気になるお便りでした。女の子は A 子、B 子と来て、男の子が SO、TO って来たところに、なんか質問者さんのライター気質を感じました。それはさておき、なんだかんだありつつ、入学当初から好きだったこと、今、いい感じになってます。今度夜景デートをして、その時に告白しようと思っているのですが、もしマナさんが A 子だったら OK してくれますかっていうお便りですが、私だったら OK するんじゃないかなと思います。それに A 子の現状って今結構四面楚歌の状態で、周りに自分のことを好きでいてくれる人とか仲良くしてくれる人が欲しいと思うんですよ。そこで質問者さんみたいに悪者だって決めつけて避けずにフラットに話を聞いてくれる存在ってすごく嬉しいんじゃないかなって思いますね。今日初めのお便りでも、恋って幻のようなものなんじゃないかなっていうような話もしたんですけど、タイミングだと思うんですよね。自分のタイミングを見計らう、自分の心の準備をするっていうよりかは、
相手の反応が良さげな時、行けるって思った時に行くのが一番いい告白のタイミングなのかなと思いました。なのでぜひ夜景デート応援しております。告白頑張ってください。ということで、今日もお休みラジオ、お別れの時間が近づいてまいりました。眠くなってきたでしょうか。この前は文末のわらっていうのをどれを使うっていうアンケートをしたんですけど、たくさんの投票ありがとうございました。今741票回答いただいておりまして、結果がですね、カッコわらが 5%、 カッコなしのわらが 69%、 アルファベットの W が 17%、 絵文字と使わない派が 4% ずつということで、カッコわらって使ってる人って今そんなに少ないんですね。かなりびっくりしました。で、カッコわらの 5% のうち私の1票も入ってるので、かなり少数派なんだなぁと。で、これからですね、カッコなしのわらを使っていこうって密かに決めました。で、次のアンケートはですね、インスタとツイッターどっちをよく使うっていうアンケートです。マナさんはツイッターをメインで使っているんですけど、結構ツイッターを見てて最近感じるのが、みんなつぶやくの減った気がするなーって。今私のツイッターのアカウント、フォロワーさんが850人くらいいて、で、できるだけフォローバックさせてもらって800人くらいフォロー してて、で、皆さんのツイートをすごい見てるんですよ。で、あ、なんか皆さんあんまりつぶやかなくなったなっていうのを最近感じるんですよね。で、インスタ見てみると、私は個人的に楽しむアカウントでのインスタなんですけど、結構みんなストーリーを更新したりしてるんですよね。だからインスタの方がよく使われてるのかなぁと思いまして、またね、皆さんのご回答お待ちしております。それでは今日のおやすみラジオはここまでです。最後まで聞いてくださりありがとうございました。ここまでの相手は佐藤真奈でした。今日もいい眠りにつけますように。おやすみなさい。